Samuel Rookie. その日、イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧ください。私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時にも、イスラエルの身体の指揮を取っておられたのはあなたでした。主はあなたに仰せになりました。我が民イスラエルを牧するのはあなただ。あなたがイスラエルの指導者となる。イスラエルの長老たちは全員ヘブロンの王のもとに来た。ダビデ王はヘブロンで主の御前に彼らと契約を結んだ。長老たちはダビデに油を注ぎイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり40年間王位にあった。7年6ヶ月の間ヘブロンでユダを、33年の間エルサレムでイスラエルとユダの全土を統治した。王とその兵はエルサレムに向かい、その地の住民のエブス人を攻めようとした。エブス人はダビデが町に入ることはできないと思い、ダビデに言った。お前はここに入れまい。目の見えない者、足の不自由な者でもお前を追い払うことは容易だ。しかしダビデは、シオンの要害を陥れた。これがダビデの町である。ダビデは次第に勢力を増し、万軍の神主は彼と共におられた。神の御言葉。私たちの救い主イエス・キリストは死を滅ぼし、福音によって生涯を照らしてくださった。ハレルヤ、ハレルヤ。マルコによる福音。その時、イエルサレムから下ってきた立法学者たちも、あの男はベルセブルに取り憑かれていると言い、また、悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。
そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよ。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じようにサタンが内輪も滅して争えば、立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれている、と人々が言っていたからである。主の御言葉。